予言集の諸半減尊最古の完全版1600年頃の版、ミシェル・ノストラダムス氏の予言集は、フランスの先制術師、ノストラダムスの主著である。単に、予言集と呼ばれることもあるほか、その本文をなす四行詩集の形式から、百詩編集と呼ばれることもある。また、書生記と呼ばれることもあるが、講述するようにこの訳語は、不適切である。 四行詩集を主体とする、この著作の中には、現在、ノストラダムスの予言として引用される宿、三分のほとんどが収められている。かつては、オカルト関連書としてしか扱われていなかったが、20世紀以降、フランスルネサンス期の他の詩作品との関連が、検討されるなど、文学作品としての評価、検討の対象にもなっている。予言集は、 百0四編集と名付けられた四行詞と三分による二つの序文からなっている。生前に刊行されたのは642編の四行詞と息子に宛てた序文のみである。死後、さらに国王ン里二世に宛てた拳事と三百編の四行詞が、増補、出版された。死後増歩されたものは、ノストラダムスの実質かどうかについて、現在でもなお様々な議論がある。 17世紀になってから、さらに別の4行詞や6行詞などが追放された。ノストラダムスが正しく、未来を見通す能力を持っていたとする立場の論者たちは、100種編集には16世紀から遠い未来までの出来事が予言されているとして、数百年来、様々に解釈してきた。また、その過程で、敵中例の数々が懸念され、 いわゆるノストラダムス現象の一つの原動力となってきた。しかし20世紀以降、彼が元にしたと推測される文献なども次々と明らかになった結果、ルネサンス期にしばしば見られた百科全書的精神に基づく科学史の一種などとして、予言集の文学史上の位置づけも考察されるようになっている。生前に刊行されていた予言集のメインタイトルは、 いずれも、ミシェル・ノストラダムス氏の予言集であった。日本では一般に、後藤勤の著書名によって、ノストラダムスの大予言という言い方が定着しているが、19世紀末までに出された130以上の予言集の古い版の中で、大予言と訳せるタイトルを持つものは、1588年から1590年に3種、出された。 ミシェルノストラダムス氏の脅威の大予言しかなかった。予言集のタイトルは出版地によって異なることがあった。初版を出版した地であるリヨンでは、ほぼ一貫してミシェルノストラダムス氏の予言集だったが、パリやルアンなど一部の北仏の都市やフランス以外の都市では、それ以外のタイトルが用いられることもしばしばであった。17世紀末までに出された、 予言集初版のメインタイトルを出版地で分類すると次のようになる。レッサンチュリは現在ではノストラダムスの予言集の通称としてルフしているが、ノストラダムス自身がそのような通称を用いていた形跡は今のところ見つかっていない。書史学者アントワーヌ・デュー・ベルディエは1585年に出版した書史の中で、 ジャンドラがノストラダムスに浸水していたことを記した際に、ノストラダムスのレサンチュリノという表現を用いているが、これなどはかなり早い時期の要例である。また、署名として、レッサンチュリを用いた最古の例は、ジャンエメド・シャビニーノ、コミシェルド・ノストラダムス氏のレサンチュリと戦前に関する、ボーヌのド・シャビニー殿の注釈とみなされている。なお、 予言集そのもののタイトルとして、サンチュリが用いられた最古の例は、ルーアン高等法院が1611年2月9日に出版販売許可を与えた、ミシェルノストラダムス氏のレサンチュリと脅威の予言である。また、19世紀末までに出された130種以上の版の中で、サンチュリとだけ書かれている、予言集の版は、ミシェルノストラダムス氏の真のサンチュリだけである。 19世紀の注釈家、アナトールル・ペルチエが編纂した予言集の工程版は3つのセクションに分けられている。便宜上、その3区分に従って構成を紹介すると以下のようになる。第1助文、100紙編第1巻1番第7巻42番。1555年にリオンのマセ、ボノムによって刊行された初版では、 百紙編第4巻53番までが収められていた。この版は1982から1983年にアルビシリツ図書館とウィーンのオーストリア国立図書館で発見された2冊が現存している。2年後、同じリオンのアントワーヌ・デュローヌによって百紙編第7巻42番まで追放された版が刊行された。なお、百0編第6巻の実は、 99番までの4行詞と全文ラテン語の4行を歌一編から成り立っている。予言集のタイトルページ。1558年版を元にしたと書かれているが、真偽は不明。第2条文、100編第8巻1番第10巻100番。第2セクションの初版は、1558年にリオン、またはアビニオンで出されたという説もあるが、確証はない。 現存する最古の版は、1568年に、リオンで、ブノワリ号が出した版である。この年は、ノストラダムスの死後2年目に当たるため、第二セクションの信憑性を疑問視する見解もある。なお、1568年版の、予言集は、表紙の規範が、花模様、原文などが微妙に異なる複数の版が、現存している。百紙編ボイ。 予兆詩集、六行詩集。これらのほとんどは1605年版の予言集で初めて組み込まれ、その後多くの版にも収録されている。第一序文いわゆるセザールへの手紙。ノストラダムスが息子セザールド・ノートルダムに宛てた書簡の形式をとって、自身の世界観や未来観を改陳している。この文書にはクリニトゥスの生えある学識について、 およびジロラモ・サボナ・ローラの典型太陽から着想を得たと思われる箇所、あるいはそれらをフランス語に訳した上でほぼそのまま着用している箇所などが少なくないと指摘されている。なお、末日には1555年3月1日の日付があり、この時点ではセザールは1歳3ヶ月半ほどの赤子に過ぎなかったため、ここでテナとなっているセザールは未来において、 ノストラダムスの予言を正しく解読することになる人物を表しているとする説を唱える信奉者も少なくない。他方でノストラダムスはセザールの年齢と初版の詩編数の合計によって354年4ヶ月を表したのだとする説もある。第二序文いわゆるアンリ二世への手紙。日付は1558年6月27日となっており、 予言集の第二セクションが1558年に刊行されていたとする説の一つの根拠にもなっている。内容は、時のフランス国王アンリ二2世に対し、予言集の第二セクションを検定する際に添えた書簡の定裁をとって、目視文学の影響の強い未来の情景を述べるものとなっている。この書簡も信奉者たちによる解釈が様々に加えられてきたが、 長い上に前後の脈絡をつかみづらい箇所が少なくないため本来の文脈とは切り離す形で断片的な節を抜き出して解釈を行うという形が取られてきた会議主義者のエドガー・レオニなどはこうした断片的な読み方の不適切さを指摘していた宛名のアンリ二世はこの書簡の日付の約1年後に応ししているためこの書簡の本当の宛先は 未来に現れる偉大な君主であるとし、二世は、ラテン語の、来たるべきの意味とする説も、信奉者の間には見られる。ノストラダムスは、これ以前にも1556年1月13日付の、アンリ二世への手紙を交換している。しかし、両者の内容は整合していない。また、第二序文に登場する、聖書年代の算定結果が、 歴書でのそれと一致していないことも指摘されており、これらを根拠に第二序文を義書と疑う研究者もいる。予言集では、四行歌百編号とのまとまりを表す言葉としてサンチュリが用いられている。これは、百集めたものの意であるため、百詩編のほか、歌百編、百詩集などとも訳される。これに対し、書生記は、 英訳からの転訳で生じた語訳である。予言集の主要部分であり、しばしば予言集そのものが百種編集と呼ばれるのはそのためである。多くの解釈が重ねられてきた一方で、フロンドの乱、フランス革命、第二次世界大戦、アメリカ同時多発テロ事件など、歴史上の大事件の際には、 それに便乗する形で、偽の紙片が追加されたり、一部の四句が改ざんされたりもした。内容については、ノストラダムスが何らかの方法で未来の情景を知覚して、それを死にしたとする説と、彼自身の体験や同時代の事件、風文、古典文学などに題材を取って書いたとする説に、対別できる。1594年のシャビニーによる、 注釈書以来長らく前者の立場が有力だったが、講述するように、特に1990年代以降には、後者の立場からの研究も少なからず現れている。この点、ノストラダムス予言の転居も参照のこと。文体、予言集の本文にあたる。四行詞を百編ごとをひとまとまりとした百詩編の形式をとっており、一行十音綴りの四行詞である。 彼はアバブ型の交際員を主体としている。アブ型の対ラインやアバ型の包要員は100、紙片ホイなどの真偽未賞の紙片にしばしば見られる。ノストラダムスは、作詞において、ラテン語の統語論を念頭に置いていたとされ、語順通りに訳せないことがしばしばである。性数の一致などを手がかりに語と語の関係を注意深く、考慮しつつ読む必要があるが、 死によっては性数の対応関係が変則的な場合があることも指摘されている。このほか過去分子を多用する一方、そこで養成されるはずの存在同士エトラが多く省略されている。これは、実勢上の混乱を招くほか、行と行の関連を曖昧にする効果を持つ。また、エトラに限らず名詞の数に比べて、動詞や前置詞が、 圧倒的に不足している場合や、動作主や、動作の受け手が不明瞭な場合なども多く見られる。単語レベルで見ると、ラテン語などから借用した、造語のほか既存の単語についても、語等音消失、語中音消失、語尾音消失といった省略やアナグラムなど、様々な技法が駆使されている。陰律に関しては、前半律のパロクシトンでは、 無強制の E は続く母音によって発音が省略されるようになっているなど、当時から見ても古風なスタイルであったことが指摘されている。百紙編ホイとは、その名の通り、百紙編集に当初含まれていなかった4行詞のことである。第6巻100番、第7巻43、44、73、80から82番、第8巻番外1から6番、 第10巻番外史、第11巻91、97番、第12巻4、24、36、52、55、56、59、62、65、69、71番の計27編を指すのが標準的である。これ以外にジュールマザランを陥れるために偽造された紙片などを含める論者もいる。第6巻100番と、 第11.12巻のホイは1594年にシャビニーが公表した。シャビニー自身は発表に際してこう述べていた。これらの紙片の審議については議論が分かれる。ちなみに第11巻以降の詩でシャビニーの紹介に含まれていなかったものを紹介する者たちもいるが、それらは疑わしい。例えばアメリカの信奉者アーサー・クロケットは ノストラダムスが晩年を過ごした家の地下室から新発見の4行資群が発見されたと懸念しており日本でもそれを本物であるかのように紹介した文献がいくつも存在しているが発見時の状況説明の不自然さや文体表現の不自然さなどからすれば偽作であることは明らかとされ海外の実証的論者も一周している 第七巻七十三、八十から八十二番と第八巻の番外誌は1561年頃にパリで出された海賊版の予言集で初めて登場したと考えられている。第七巻七十三、八十から八十二は1561年向けの予兆誌を流用したものであることが明らかになっているが、第八巻番外誌は出展不明である。 第10巻版外医師は1568年版以降に付け加えられた歌という題で1605年版の予言集で初めて登場した。この詩とよく似た句が1572年にアントワーヌ・クレスパンが出した国王とサボアコーヒーに使える先制術師の予言集に登場している。他にもエチエンヌ・タブーロの雑集などにも類似の詩編が収録されている。 第7巻43.44番は、早ければ1610年代、遅くとも1643年までに、リヨンで付け加えられた。政治的な意図を明確に感じさせる内容の上、因率が、他の4行詞と異なっている。観光年が明記されている最古の番は1627年リヨン版で、あり、これを初出とする場合、 その年のラ・ロッシェル行為に関連した、偽作の可能性が指摘されている。予兆詩集とは、歴書に掲載されていた四行詩群をまとめたものである。そのため当初、予言集には収録されていなかったが、1594年に、シャビニーが解釈のためにそのほとんどを著作の中に引用し、それが1605年版の予言集に再録され、以後多くの、 予言集に併録されている。年代順に整理して番号を振ったのは1605年版の観光者である。141ペから構成されるが、そのうち第2番の4行詞はシャビニーによる岩作の可能性が指摘されている。現在ではベルナール・シュビニアールによって復元された14編を加えた全154ペが知られている。6行詞集は、 1605年版の予言集で初めて登場した。その時の表題は、この世紀のいずれかの年のための驚くべき予言であったが、百紙編や予聴詩と異なり六行詩の形をとっていることから、その詞形に基づき、単に六行詩集と呼ばれることが多い。六行歌58編からなる文書で1605年版予言集において初めて登場した。 そこに添えられた検定文によれば、ノストラダムスの老いにあたるアンリノストラダムスが保管していたものであるという。しかし、このアンリノストラダムスは存在したことが確認できない。そもそも15世紀から17世紀に知られている、ノストラダムス一族にアンリという名の人物がいないとも指摘されている。他方でダニエル・ルソの指摘により、 フランス国立図書館にこのオリジナルと思われる六行歌54四ンから、なるンさんを買わぬ、または、ンさんを消える名義の倉行があることが知られている。来歴に疑惑がある、点、他のノストラダムスの詩とは、文体が違う点、事後予言と思われるものが混じっている点などから偽作と、する説が有力で、アメリカのニューエージ系の作家であるジョン・ホーグのように、 信奉者の中にも扱いに慎重な論者が見られる。ノストラダムスの生前には、予言集よりも、歴史書の方が知名度が高かったため、予言集の解釈はほとんど行われていなかった。例外的なケースは、詩人、ジャン・ド・ボゼルによるものである。彼は、百詩編第3巻55番が、アンリ二世の王しを予言していたと褒めたらしい。ノストラダムスは、 1562年向けの新たなる、先税の冒頭に掲げたボゼル向けの検事でこう、述べている。ブランダムールによれば、これはつまり、ボゼルが、大物を、黒竜と意図的に読み替え、アンリ二世に、致命傷を負わせたロルジュと結びつけたことを、ノストラダムスが評価したものらしい。ノストラダムスの生前に出されていた解釈で、確認できるものはこれだけである。 ノストラダムス自身は、1559年9月16日に、起こる日食の意味の中で、より多くは、私の予言集、第2巻の解釈で明らかにした通りと記しており、思考などの形で解釈書をまとめていた形跡は、指摘されているが、現存しない。1570年になると、その年の7月21日に、 パリで男児と女児の結合ソーセージが誕生した際に、宮廷詩人、ジャンドラが、ノストラダムスの予言を称える、ラテン語詩を書いた。ノストラダムスは百紙編、第2巻45番で、両性具勇者の誕生を予言しているが、その結合ソーセージの誕生によって的中したと、主張したのである。この詩はその年のうちに出版されたが、そこにはフランス語訳が添えられていた。 訳を手掛けたのは、ドラの教え子であり、ノストラダムスの秘書だったこともあるシャビニーであった。シャビニーは、その後1594年に、最初の体系的な注釈書を上司している。ヤヌス・フランソは第一の顔シャビニーの、フランスのヤヌスの第一の顔は延べ250編以上の4行詞を1534年から1589年までの、事件に当てはめる形で、 解釈を展開したものである。タイトルにそうめん噛み、ヤヌスの名を冠している通り、彼は過去編の第一の顔に続き、未来編の第二の顔を出版することをほのめかしていたが、結局出版されることはなかった。ほぼ同じ頃のパリ市民、ピエールとレトワルの日記には、ノストラダムスの四行詞の解釈が参見される。また、 いくつかの詩編の解釈を展開したパンフレット類も複数出された。こうした著者不明のパンフレットやジャック・マンゴーらによるマザリナード系の注釈書群を別とすれば次に注目すべき注釈書は1656年に出版されたミシェルノ・ストラダムスの間の四行詩集の解明である。著者はアミアンの医師エチエンヌ・ジョベールとされてきたが20世紀末 イコージャンジフルドレシャクとする説も提示されている。この著書は当時影響力を持ち、1667年や1668年のアムステルダム版のように、この書の解釈の抜粋を冒頭に掲げる予言集の版も複数出版された。百詩紙編第1巻35番がアンリ2世の死を予言しているという解釈や、 百詩紙編第9巻18番で、アンリ・ド・モン・モランシーの処刑が、経理の名前なども含めて完璧に予言されているといった解釈は、この本で確立されたものである。フランスでは、彼に追随する形で、ジャック・ド・ジャニア・バルタザール・ギノーといった解釈者が現れた。イギリスでは1672年に、 テオフィルド・ガランシエールによって最初の外国語訳版の予言集が出版された。これに追随するかのように当時のイギリスでは複数のパンフレット作家がノストラダムス予言に関する小冊子を出版した。しかしこれ以降19世紀末までのイギリスの著作家で100ページを超える注釈書を刊行したのは DD とチャールズ・オードのみである。18世紀は さほど目立ったものではなかったが、19世紀に入ると1806年には、元教師のテオドール・ブイが、第9巻20番は、バレンヌ事件を予言していたと解釈した。さらに19世紀半ばにはこの世紀の三大解釈者、ウジェーヌ・バレスト、アナトール・ルペルチエ、アン・リトルメ・シャビニーが現れた。彼らによって、現在の信奉者側の通説的な解釈、 例えば第8巻1番の、ポー、ネー、ロロンは、国王ナポロンのアナグラムだとか、第8巻43番には、セダンの戦いで、ナポレオン3世が破れることが予言されているなどは、あらかた整備された。20世紀になるとナチスによって、出版弾圧を受けたというマックス・ド・フォン・ブリューヌやエミール、リュイル、ガランシエール以来となる。 英仏大役版を手掛けたヘンリー・ロバーツ。英語圏のスタンダードな解釈書をものした。服職詩屋のジェームズ・レイバー。国際的なベストセラー作家になった。ジャン・シャルル・ド・フォン・ブリュヌ。ソビエト連邦の崩壊を的中させたとされるブライク。イオネスクなど、欧米各国などで、数多くの解釈者たちが、命名の解釈を展開した。現代では、信奉者の解釈手法や内容は、 極めて多岐にわたっている。予言集で確実に使用されている言語は、フランス語、ラテン語、プロバンス語、ギレシャ語、英語、スペイン語だけであるが、日本人の信奉者には、日本語読みを取り入れた者たちもいる。また、ノストラダムスが、アナグラムも用いたことはほぼ疑いないが、これを無限則に拡大して、原型を止めないほどに自由に文章を組み替えた、者たちもいる。 逆に、元の公文の発音こそが重要であると主張し、現代の発音の似た名詞に結びつけた者も,もいる。解釈内容も、オーソドックスに世界史的事件と結びつける者の,のほか、陰謀論的な世界観や SF 的な世界観を改陳する者、あるいは特定の宗教団体の優越性を喧伝する者など、非常に多彩である。信奉者の解釈は、 ノストラダムスに固くしつつ、自身の願望や信念を語っているのと変わらないとして、ロールシャッフ派テストになぞらえる者も,もいる。ノストラダムスの予言集に対する最初の批判といえるものは、アントワーヌ・クイアールのパロディボン、パビオン・レ・ロリデンの予言集だった。クイアールは、1560年には、キリスト教的世界観に従って、予言全般を批判している。17世紀になると、 ピエール・ガッサンディア、クロード・フランソワ・メネストリエラが理性的な立場から批判を加えた。ノストラダムスの鍵信奉者ではあったものの、ルービカンのインジャコトジャンル,ルルも重要な貢献を行っている。彼は、ノストラダムスの鍵にて、ノストラダムスの文体が、フランシスクス・シルイウスの著書、有弁術論を参考にしたラテン語の統語論に則っ,ったものであることを、 初めて指摘した。ノストラダムスの死の内容をそれ、事態に即して批判を展開したのは、1724年にメルキュール・ド・フランスが見に匿名で発表された、ミシェル・ノストラダムスの人物と書き物に関する批判的書簡である。この中では、ノストラダムスの予言には、過去の歴史的事件などを出典として書かれたもので、あるとして、 20編以上の詩が解釈されていた。19世紀になると諸史学者のフランソワ・ビュージェが200ページを超えるタイの論文の中でアンリ2世の詩を予言したとされる100詩編第1巻35番について詩実と整合していないことに触れている。20世紀半ばにはノストラダムスの実証的電気研究で多くの貢献を行ったエドガール・ルロによって ノストラダムスの死に幼い頃に過ごしたサンレミの情景が織り込まれている可能性が示唆された。1961年にはエドガー・レオニが大著ノストラダムス生涯と文学をものし100編前編に注釈をつける中で過去のスタンダードとされてきた解釈の多くに疑問を投げかけた。例えば1656年の注釈書で展開された 経理の名が、クレルペーヌという解釈については、現地の古文書館に問い合わせ、実証性に乏しいことを指摘している。また、20世紀の解釈者の中で有名な解釈に、ヒトラーやフランコが、具体的に名指しで予言されているというものがあるが、これらはいずれも地名に過ぎない可能性を指摘した。その後、エブリット・ブライラー、ルイ・シュロッセラも、16世紀フランスという、 歴史的文脈において、同時代や過去の事件をモチーフにした可能性を指摘した。一つの転機となったのは、神話学者ジョルジュ・デュメジルの指摘である。彼は、予言集に、ティトゥス・リウ,ィウスの、ローマ建国史から借用されたモチーフがあることを、初めて指摘した。これ以降、予言集と古代ローマ史の関連については、 オタワ大学教授ピエール・ブランダムール、オートイコール・アルザス大学准教授、ジル・ポリージラが、さらに検討を行った。予言集について、最初の評価を行ったのは、16世紀の書子学者であり、詩人のアントワーヌ・デュベルデである。彼は1568年版に言及した際に、広告表した。その後、文学的な分析は長らく行われなかったが、 20世紀以降、フランスルネサンスの文学の中での言及がなされるようになった。v エルソーニエは、16世紀フランス文学の中では、文学への神秘学の影響という文脈で簡潔に触れたが、後にモーリス西部のデリーの謎めいた奥深さと何らかの対比を行える可能性を示唆した。 その後のイボンヌベランジェやブランダム・ウルラの研究の蓄積を踏まえた上で、高田イは予言集を科学史などの類型で補足できることを示唆した。当時の詩人たち、特にプレイヤード派の詩人たちは、優れた詩は神かかった状態で語られるものであるとし、詩と予言を近しいものと捉えていた。他方で、詩�の祝福を受けるためには、膨大な地の蓄積が必要とされ、 即興的に言葉を紡ぐような姿勢とは全く異なるものであった。いわば後の時代でいう百科全書的精神に基づいて自然や宇宙について死をもって語るのである。こうした科学史としては、ロンサール、サ参加集、ポンチュス・ド・チアール、マンチース、別大先生術による占いの真実を論ず、レミベロー。 宝石障害集などを挙げることができる。ノストラダムスもまた、自らの知識を背景として、世界像を語ったと捉えることが可能である。なお、ノストラダムスは、異端審問などを恐れてあのような不明瞭な、語り口を採用したと主張されることがままあるが、同様の語り口は、当時の科学史には普通に見られたものである。また、聖書と、 先生術に基づいて週末が近いことを語るとした、リシャール・ルーサラは、三分で未来を語っており、当時の予言者の中で詩をもって語ったのは、ノストラダムス一人である。当時の謎めいた詩の代表格といえば、西部のベリー、ジョアシャン・デュ・ベレーの夢などを挙げることができ、すでに見たようにこれらと予言集の関連性を示唆する見解もあるが、他方で、 クレマン・マロとの関連も指摘されている。第10巻80番の一行名 AU レニア、グランドジュグランドレニアレグナントに、顕著な、音韻を駆使した言葉遊びやアナグラムの多様が、マロにしばしば見られた、軽妙な詩文に通じる要素を持つということである。その他、ルネサンス期には、メランドサンイコールジュレラが得意とした、怪獣な具意を駆使する、謎詩が流行していた背景も指摘されている。 また、予言集には造語の多さが、しばしば指摘されるが、これは、当時俗語とされていたフランス語の地位を高めようとした、フランス語の用語と、兼用に触発された可能性が指摘されている。同時に、ラテン語ではなくあえて、フランス語を用いたことは、言葉が変化すれば読まれなくなることを織り込んでいるという、点で。 予言集が決して未来に向けて書かれたのではなく、同時代の知識人に向けて書かれたことを示している。ノストラダムスの詩が文学的に優れたものかどうかについての評価は定まっておらず、専門家の間でも評価するものと酷評するものとに分かれる。そもそも、ノストラダムス自身が詩としての完成度よりも、予言を語ることそれ、自体に重きを置いていたという指摘や、 彼の死の価値は、その人文主義的なテーマにこそあるとの指摘などもある。実証的な論者たちによって、予言集には次のようなモチーフが存在していることが指摘されている。本来大衆向けではなかったという点は、予言集に顕著に見られる本案や釈用の多さにも関わる。現在では著作権侵害ともとられかねないこれらの行為は、当時はむしろ知識人たちに、 自身の知識や正当性を積極的に開示するためのものだった。百紙編第一巻一番。モチーフは、エジプト非議論からの借用であり、アグリッパ、隠ピ哲学などから孫引きされたものであるという。予言集には、ミラビリス・リベルや、リシャール・ルーサ、諸時代の状態と変典の書からの借用が参見される。また、 以下の例以外にもバレンヌ事件を的中させたとされる、百紙編第9巻20番や、第1巻58番、第9巻56番などの数編が、シャルル・エチエンヌの、フランス街道案内をもとに地名を列挙した、可能性が指摘されている。第1序文での例これはノストラダムスが、未来の政治体制の変化を的確に見通して、いたとして信奉者たちが評価することがあるくだりだが、 実際には、ミラビリス・リベルに再録されていたジロラモ・サボナローラの、ラテン語の著作、典型太陽を、フランス語に訳して抜粋しただけに過ぎない。サボナローラからの抜粋は、これ以外にも多く見られる。百紙編第一巻48番、後藤つとむが、この、別のものこそが、人類滅亡を回避させる、別の何かだ。 という特殊な解釈を展開したため、日本の新宗教の中に、自分たちこそが人類を救う、別のものだと主張する団体がいくつも現れた。実証的な立場では、この死が、ルーサの、諸時代の状態と変典の諸の主観を下敷きにした、ものであることに異論がない。ルーサは、アブラハムイブンエズラの説などに基づき、七つの、天体が、 天地創造以来の時代を順に支配し、各支配期間は354年4ヶ月であるとしていた。この士観では、月の三巡目の支配の始まりは、天地創造から6732年4ヶ月目となり、これは、ルーサの想定では、西暦1533年に当たるとされた。つまり、ノストラダムスが、上の詩を書いた時期はまさに、 月の支配の20年が過ぎた時期だったのである。二行目以降は、月の支配が7086年8ヶ月目まで、続いてから太陽の支配に引き継がれ、その支配の終わるときに自分の予言も終わるという意味である。第一序文で自分の予言の範囲を3797年までとしていることと矛盾するが、この点については、 実証的な立場の論者の間でも明確な統一見解は存在しない。ルーサの著書から着想を得たとされる詩は、他にも、第1巻16番、17番、25番、51番、第6巻2番など、いくつも指摘されている。100詩編第6巻のラテン語詩この詩は、予言衆の詩の中で唯一全文が、ラテン語で書かれた4行詩である。 百詩紙編第6巻は99番までしかなく、100番が目にこの詩が置かれている。本来番号はついていなかったが、後に100番とされることもあった。内容はクリニトゥスの流行る学識についてに収録された以下のラテン語詩をアレンジしたものであることが明らかになっている。予言集には歴史的な出来事、特に古代ローマへの言及が多いとされる。 デュメジルが最初に指摘した、牧戦艦の儀式に関する詩もそうであるし、第十巻九番の一部、癒しい女性から単グツと、あだなされる史上の君主が生まれるだろうは、ローマ皇帝カリグラを念頭に置いたものであろうとも、指摘されている。ノストラダムスにとって、古代ローマ史は、自身の現在や未来に直接的に結びつくものと、捉えられており、そうした姿勢は、ジャンルメールとベルジュの、 ゴール演技や、ロンサールの、フランシアードにも通じるものがある。百詩編、第2巻41番この詩は、信奉者たちが、近未来における、核爆発や、天体の異常現象と捉えることがままあったものである。しかし、ここで語られているモチーフは、いずれも、ユリウスカエサル暗殺直後について、ユリウス・オブ・セクエンスが語っていることと、ほぼ一致している。 オブセクエンスは、その時に、彗星が7日間輝いたこと、3つの太陽が現れたこと、最高人議官のレピルスの邸宅の前で、犬が吠えたことを語っている。なお、太陽が複数現れるというモチーフはプリニウスなども、含め古来繰り返し語られていたものであり、その原因を雲に求める言説は、ノストラダムスと、同時代のピエール・ボエスチオの、 共闘すべき物語などにも満たすことができる。予言集には、フランス王家の繁栄を願うし、オスマン帝国の信仰を警戒するし、プロテスタントを非難する死などが存在している。ノストラダムス本人の信仰姿勢にはなおも、議論の余地があるにせよ。少なくとも、予言集で表明されている言説には、王党派カトリックの姿勢からの民衆教家という、姿勢が見られる。 百紙編第6巻70番ここに出てくるシランは将来現れる世界的な独裁者と解釈されることがままあった。実証的な立場からはノストラダムスの願望を書いた可能性が指摘されている。ジャイロンはプロバンス語の人名ヘンリクのアナグラムと見ることができフランス語のアンリに対応している。このことは同時大臣のローラン・ビデルや ジャン・エメド・シャビニーによっても指摘されていた。あえて、プロヴァンス語を用いた理由については、古い予言に、カール大帝に並ぶような大君主は、同じようにイニシャルに、C を持つとするものがあったからではないかとも、推測されている。二行目の、より遠くへ、おシャビニーは、PLVS オーバッターと固有名詞的に書き換えて、カール・五世のラテン語の金言をフランス語訳したものと、 見ましたが、これは、現在の実証的な立場からも支持されている。この場合、二行目の訳は、プルスウルトラが愛され、恐れをの,のかれた後にとなる。つまりこの詩は、カール五世が雷鳴を轟かせた後に、勝利を重ねて世界に君臨するのが、アンリだという内容である。これは実現することはなく、アンリ二世はこの詩が発表されてから二年も経たない、うちに世を去った。 シランが出てくる、詩以外にも、三日月が出てくる詩の一部や、エンデュミオンが出てくる詩なども、アンリ二世の因縁とされる。アンリ二世は、三日月を三つ組み合わせた文章を使っていた上、愛人ディアーヌを溺愛していたからである。百詩編第9巻44番、後藤つとむが三行目に、すべてを滅ぼすとあることを強調して何度も紹介した。ため、日本人の解釈者たちには、 近未来の破局と解釈するものが多く見られた。歴史的な視点からは、カルバン派への警告とする解釈も提示されている。当時のジュネーブはカルバン派の画像であったからである。レイポーズの反対は綴りをほぼ反対にした人名、ゾピュラとみなされ、これをメイクに取り入れていた、フェリペ2世と理解される。つまり、フェリペ2世による、 ジュネーブ信仰を警告したものとみなせるのである。ただし、そのような事件は実現しなかったので、ラメジャラーなどははっきりと外れた予言と位置づけている。なお、4行目エルエールエントは、ノストラダムスの死後に出された、少なからぬ版では、エルアドベントとなっており、現在そちらの読み方が通説化しているので、上のわけでもそちらを採用した。ノストラダムスはこれ以外にも、 ルター派やカルバン派への避難、あるいは彼らの崩壊への願望などを死に織り込んでいる。レマンコからの説教が不快にさせるだろう、ジュネーブの人々は、上と乾きで干上がるだろう、ローザンヌからひどい悪臭が発するだろうなどである。ノストラダムスは、当時の飢餓、洪水、地震などの自然災害や、事件、様々な脅威の噂なども死に織り込んでいたと、指摘されている。 自然災害の例としては、信奉者たちの解釈では、近未来の大地震とされることがしばしば見られた以下の、死や、1557年9月のニーム周辺での、ガルドン川大洪水を描いたとされる、第10巻6番などを挙げることができる。100紙偏第10巻67番ブランダムールによれば、2行目から3行目は、土星がマカツグに入り、木星、水星、 金星が金牛宮に入り、火星が巨海宮に入る誠意を表しているのだという。そして彼は、この誠意に当てはまる1549年5月4日に、モンテリマール一帯を襲った大地震が、この死のモデルになっていると推測した。ジャンペラの手になる、当時の年代記には、同じ年の6月15日には、同じ地方で、 ヘーゼルナッツやクルミより大きい氷が降ったと記録されていることも傍傷とされる。ラメジャラーはこれに加えてコンラドゥス・リュコステネスの脅威論に書かれている1538年のバーゼル自身の記録も併記している。そこにはチューリヒなどで卵よりも大きい氷が降ったと書かれているからである。100紙編第8巻43番ナポレオン3世の 遠いと没落を鮮やかに描いた詩とされ、19世紀の注釈者、アナトール・ルペルチエが事前に正しく解釈していたとして知られている詩である。それによると、二つの非着質的なるものとは、七月王星と第二共和星を指し、これらが短命であった結果、ナポレオンの老いナポレオン三世が即位したことを示しているという。 ルペルチエは1867年の段階で、後半2行の中に、ナポレオン3世の敗北を読み取ったが、レクトワルについては、レクトゥールの語気か、これまで気づかれてこなかった、何か、を暗示したものであろうとした。この後は、セダンの戦いの20年ほど後になって、チャールズ・ウォードが新解釈を提示した。彼は、レクトヤワルトルセのアナグラムであろうとした。ルトルセとは、 セダン付近の地名であり、まさしくセダンの戦いが予言されていたことの証拠だと、したのである。死の情景は、ある程度の一致が見られるものの、現在では、ルペルチエは、老いが出てくる。他の死も、ナポレオン三世に結びつけていることなどから、それらの謙虚深いぶりが指摘されている。実証的な立場からは、この死はむしろ15世紀末のバロワ朝の状況を、 踏まえたのではないかと指摘されている。1495年と1496年に、フランス王妃アンヌが出産した男児はいずれも死産で、あったため、国王シャルル8世の死後、その義理の兄弟にあたるオルレアン家のルイが王位を、引き継ぐことになった。しかし、ルイに、都合の良い相次ぐ死産は当時ゴシップの種となり、ルイがアンヌに対し、 レクトゥールで薬物入りのオレンジを与えたのだと噂されたのである。予言集には、生まれ故郷であるサンレミの情景や、近隣のゴシエさん、グラヌム遺跡、サンポールド・モゾル修道院などが織り込まれた詩編も存在する。その一つが、かつて、モンゴルフィエ式熱気球の発明を的中させたと言われた次の詩である。百詩編第5巻57番冒頭の門徒。 ゴールジアーがンによっては、モンとゴールフィールと綴られていたことから、モンゴルフィエ兄弟と結びつけられていた。しかし、郷土市屋のエドガール・ルロアの指摘を、ジェームズ・ランディが、実地調査で追認したことにより、ゴルシエは、ゴシエの古い綴りの一つ、穴は一体を一望できる三腹の穴で、セクストゥスの霊病は、グラヌムの死者記念塔を指していることはほぼ疑いない、ものとなっている。 具体的に地名が挙げられている詩の他にも、ルロアは、第5巻1番などで描写されている、戦いの情景が、グラムムのレリーフの図像を下敷きにしている、可能性を示した。以下では、読みが確定していないため蒸気の分類に馴染まない、ものであるが、ノストラダムスの詩の中で、特に有名な2つの詩について触れておく。100詩編第1巻35番新報者の著書では、 必ずと言って良いほどに紹介されている有名な紙幣である。彼らはフランスをアンリ2世の王子と解釈している。1559年6月30日にアンリ2世は妹マルグリットと娘エリザベートがそれぞれ結婚することを祝う縁の一環として開催された馬上をやり試合に出場した。そこで彼は 対戦相手のモンゴムリ伯爵の槍で片目を貫かれるというハプニングに見舞われ、その傷が原因で7月10日に絶命した。この詩はその様子を描いたものだという。この詩については、1863年に、書史学者、フランソワ・ビュージェが一語ずつ史実と文脈との整合性を丁寧に検証した上で反論している。ビュージェはまず、国王も伯爵も、 公式のメイク等で、ライオンと呼ばれたことがなく、年齢差は、若い、老いたと対比できるほどではないと指摘している。また、勝敗がつかなかった事故に、打ち勝つを使っていることや、戦場の比喩も、文脈上不適切であるとする。さらに、安里二世の株とは金でなかったことや貫かれたのは、右目だけだったこと、艦隊は、軍隊とも訳せるが、どちらも、 無関係だったことなどを挙げ、死の情景が、史実にほとんど適合していないことを示した。現代の実証的な研究では、この死で描かれているのは空中に浮かんだ、現像なのではないかと指摘されている。実際、ルコステネスは、1547年のスイスで、空中での軍隊の合戦の幻が目撃された、際に、その幻の下には2頭のライオンが争う幻も、 目撃されたことを記録している。また、実在の人物になぞらえているのならば、むしろ若い方は、アンリ2世、老いた方は、カール5世を想定していたのではないか、とも指摘されている。百紙編第10巻72番この詩が20世紀以降に大きな話題となったことはよく知られている。キーワードとなる、恐怖の大王と、アンゴルモアの大王については、 各記事に委ねるとして、ここでは原文の読み方について説明をしておく。まず、1999年7ヶ月であるが、1999年7月と読まれることがしばしばある。そういう読み方も可能であるが、その場合、当時はユリウス歴の時代であったために、現在のグレゴリオ歴に換算する必要があると指摘されている。 故に1999年7月の範囲は、グレゴリオ歴では1999年7月14日頃から1ヶ月のこととなる。8月11日には、ヨーロッパの一部などでは、解禁日食が見られたため、そのことと結びつける論者もいる。なお、7月を表す単語は普通はジュイエであるが、そのように書かずにあえてセプテンバーモアと書いたのは、セプタンブラを指す。 遠曲語法で、実際には9月のことであるという指摘もある。次に、恐怖の大王であるが、支払い役の大王と読むべきだとする指摘もある。これは、上に引用したように1568年版の原文で、ウングランドロワ・デフライヤーと書かれているためである。上の1568年版の原文は、リオン私立図書館の蔵書に基づくものだが、他方で、 同じ1568年版でも1940年にミュンヘンで刊行されたエインボンではリー・フライヤーとなっており、ロンドンのウェルカム図書館の蔵書ではリー・フライヤーとなっている。このような違いは1568年版を刊行した業者ブノア・リゴーが1568年以後も1568年。 の表記を残したままで微調整した版を何度も出したためと推測されている。これにより、どちらが本来の表記であるかについて確定的な結論は出ていない。とりあえず、17世紀以降の版では圧倒的に D ・イフレイヤーの表記が多く、デフライヤーがほとんど引き継がれなかったのは事実である。4行目は上で示した読み方のほか 不定形のレグナを三人正直接法単純未来、レグニラの五秒省略とみなして、マーズを主語に取り、前後にマルスが守備よく統治するだろうと訳されることもある。この場合、二行目の来るだろうの目的を表すのは三行目のよみがえらせるのみになる。また、マルスはローマ神話の軍神であるが、フランス語では火星、三月の意味もある。軍神の意味だったとしても、 言葉通りの意味の他に、戦争の因縁として用いられている可能性もある。このような重層的な理由により、文学者や歴史学者たちの間でもこの詩の読み方が確定しているとは言い難い状況である。ノストラダムスは、いい加減な歴史を刊行した業者を訴えたこともあるので、自身のテクストが正確に出版されることに注意を払っていたとされる。 しかし、予言集は、非常に多くの版を重ねたため、その過程で、おびただしい言い分を生み出した。例えば、第一巻45番では、初版の、古代の行為のが、1588年パリ版では、古代の聖人のに、1590年アントウェルペン版では、邪悪な行為のにそれぞれ変わっている。プレーズと書き換えられた原文これらには意図せざる。 語植も混じっていたと思われるが、他方で解釈に合わせて原文を書き換えるものも現れた。例えば、1656年の注釈書では、条景の第1巻35番の解釈にあたり、4行目の艦隊が、傷に書き換えられている。この改ざんされた原文は、1668年、アムステルダム版など、17世紀後半の複数の、 版でも採用された。こうした中、最初の工程版というべきものを編纂したのは、19世紀の、注釈シャル、ペルチエである。彼の番は、そこに添えられた、用語集ともども、現代の実証的な論者たちからも、一定の評価はされている。20世紀に入ると、会議論者のエドガーレオにも豊富な語宙を添えた、原文大役を作成した。 その後発展した実証的な研究を踏まえた工程版にはブランダムールのものがある。これは原文比較、工程、音韻論、用語解説、現代フランス語による釈儀、コメントなどからなる重厚なもので、フランス文学テクスト総書の一冊として刊行された。この工程版は第一序文と最初の353ペの4行詞しか、 対象にしていないものの、これ以降の実証的な研究では必ずと言って、良いほど参照されている重要なものであり、この葬書に含まれたことは、ノストラダムス研究が、学術的高級の対象になったことの証細であるとも、指摘されている。残る紙幣については、パリ第十二大学准教授のブリューノ・プテジラールが、編さした第7巻までを対象にしたものや、ピーター・ラメジャラーや、 ジャンポール・クレベールによる第10巻までを代償にしたものなどがある。プテジラールの版は、ニューヨーク大学教授のリチャード・シーバースの英訳において、第4巻54番から第7巻42番までの定本に採用されているものだが、工程自体は限定的なものであり、プテジラール自身が工程版ではないと断っている。用語集としては、 マリニーローズによる、ノストラダムスの予言的著作の辞典がある。これは、彼女が、リオン第三大学で博士号を取得した、際の学位論文の一部であり、三分冊で出版されたものの、第三巻にあたる。2012年時点では、16世紀仏文学、仏語学の知見に裏付けられた、信頼のおける善悪版は存在しない。 過去に出版された二つの前訳本は、いずれも英語版からの重訳であり、翻訳の面で問題点がいくつもあると指摘されている。また、すべての原文が収録されたラメジャラーの、ノストラダムス予言全書には、要約のみで大訳がついていない。整理のために年表を掲げる。一部は、ノストラダムスの年表と重複する。本記事作成にあたり参照された文献。 ノストラダムスを主題としていない文献や信奉者の著作は中期の中で署名も表示してある。なお、本文中の関係者の肩書きは特に中期のない限り以下の文献に記載された当時のものである。ありがとうございます。